塩塩川川也也君日本共産党の塩川哲也ですす、えー、秘密保護法法拡大法案についいて質問をいたします岸田総理は、セキュリティクリアランスは、同盟国、同志国との円滑な協力のために重要と述べております。岸田政権は、イギリス、イタリアと次期戦闘機の共同開発、g ャップを進めておりますが、ジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、毎日新聞の寄稿で、 GCAP に関連して、セキュリティクリアランス制度は、機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと語っております。えー、次期戦闘機共同開発のためにも、今回の法案が必要ということではありませんか。岸田内閣総理大臣。あの現在、英国およびイタリアとのまあ共同開発を進めているまあ次期戦闘機の共同開発。 えー、ここで取り扱う秘密情報については、トップシークレット、シークレット、えーこ,うえー、こうした2つのこのランクの情報として、えー、我が国においては特定秘密に指定し、そして管理をしています。えー、本法案は、コンフィデンシャル級の情報を保護する、保護の対象とする制度を創設しようとするものであり、 本法案の重要経済安保情報はその対象から特定秘密を除外しているところ、本法案が次期戦闘機の共同開発のために必要であるというご指摘は当たらないと考えています。あのロングボトム大使のまあ基本の趣旨についてお答えする立場にありませんが、本法案では。 我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供等について規定しており、一般的に GCAP 関連以外の国際的な共同開発が一層円滑に推進されることが期待されるものであると考えています塩川哲也君。まさにあの裾野の広く共共同同開発共同生産を行えるような 防衛産業の国際的な協力機構、まあ、その上で民間企業へのセキュリティクリアランスが必要なのではないのか、まあ、こういう立場でロングボトム大使が日本に対して、民間企業にかかるセキュリティクリアランスを求めてきているのではないか、その一環で、この GCAP の問題も捉える必要があるということを申し上げなければなりません。併せてあの、来週、総理は日米首脳会談に臨まれますけれども、えー、先ほどの質疑でも、 ただしたところですが、アメリカのカート・キャンベル国務副長官が、えー、この日米首脳会談で、オーカスと日本との技術協力について議論すると明らかにしたということであります。またあの、キャンベル国務副長官は、防衛装備品の共同開発、共同生産について、日米首脳会談で協議すると述べたということですが。 防衛装備品の共同開発、共同生産について、どのような協議を行うお考えでしょうか岸田内閣総理大臣あの先ほども答弁させていただきましたが、日米首脳会談については、えー、おそらく、まあ、開催ぎりぎりまで、えー、内容について、えー、協議、調整が続くものであると、まあ、認識をしています。まあ、その中において、えー、外交安全保障経済 経済安全保障をはじめ、日米の連携について、重要な課題が取り上げられるものであると想定はしておりますが、具体的なこの内容についてはあ、関係者、さまざまな意見や発言がある、これは承知をしておりますが、最終的にどのような会談を行うことになるのか、今の時点では具体的には確定しておりません。中川徹君 えー、この日本、それからあのアメリカ、それからあのオーストラリアの政府高官、あの政策担当者あの発言を見ますと、例えばその GCAP の次期戦,戦闘機に連動する無人機に関する AI 技術の共同開発、また GPI ・極、え、超、ー、音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃業誘導弾の共同開発、まあ、これらについて、 日米豪、さらにはイギリスも含め、進めるという話が出ております。そういったことになれば、日本の民間企業の参入も踏まえ、セキュリティクリアランスが必要となってくるのではないのか、そういうことも、相乗に乗った議論が行われるのではありませんか。岸内閣総理大臣あの 今の時点で、具体的な内容を申し上げることはできません。そしてそれに向けて、いろいろな関係者がさまざまな意見を表明している、提案をしている、これは十分承知をしておりますが、それらを会議の中でどう取り入れるかどうか等も含めて、今はまだ何も決まっていないというのが現状であります。 あのいずれにせよ、今回の日米首脳会談、えー、国際、えー、安全保障環境が複雑,しそして複雑化し、えー、そして厳しさを増している中であって、日米同盟、日本とアメリカの関係、今,今,今まで以上にその存在の重要性が高まっています。そのの中で日米関係の、えー、進化を 確認し、そしてそれを世界に発展する、あいや発信する、えー、そのために重要な会議であると認識をしています。そのために必要な内容、最後までしっかり進めたいと思います塩川哲也君。セキュリティクリアランスに関わる法案を国会で審議しているときに、それにつながるような首脳会談での議論が行われるかもしれないと、そういったことについて、何ら明らかにされずに、この法案だけ、 そうしてくれるという話は、それは筋が通らないということを言わざるを得ません。こういった問題について、さらにお尋ねしますけれども、あの米国防総省は今年1月に同盟国の軍需産業をアメリカの戦略に統合することを掲げた国家防衛産業戦略を発表しました。地球規模のの武器供給網サプライチェーンや整備拠点のが的だとして 同盟国国とののの間、他間の防衛産業の協力が掲げられております。こういったのアメリカの戦略の下、日本に対して民間企業へのセキュリティクレアランスの導入強化が求められているのではないのか、アメリカ政府の国家防衛産業戦略、これに基づき、日本に対してセキュリティクレアランスの導入強化、これが求められているのではないのか、まあ、この点についてお答えいただけますか。 田内閣総理大臣あの、まあ、今、ご審議いただいている法案が対象とする重要経済安保情報とは、えー、と国民の生存に不可欠な、また広くわが国の国民生活や経済活動が依拠する重要な物資のサプライチェーンに関する情報であるとされています。 これ,からこれから明らかのように、本法案は、うん、例えばこの,、えー、この米,米国産の武器の日本企業による生産を容易にするとか、そういったことを狙いにするものでは全くないと考えております。塩川哲也君。あの今年発行されました防衛省のシンクタンクである防衛研究所のレポートにおいても、 米国との安全保障分野の連携に、我が国の民間企業を参画させる際に無視できないのが、セキュリティクランスの制度の問題であると、防衛産業連携のいわば共通言語であるセキュリティクリアランス制度の確立と確実な普及は依然、急務であると述べているわけでありますで。今回の法案は、同盟国、同志国との間の多国間連携で、兵器開発を推進するために必要な法案と。 殺傷能力のある兵器を他国に売りさばくような市の承認国家を目指すことは、断じて認められないということを申し上げておきます。で、こういった軍閣を進める法案は、基本的人権も侵害することになります。セキュリティクリアランス、適正評価の調査についてお尋ねをいたします。秘密保護法の運用基準を参考に作るという、この法案における適正評価の調査でありますけれども、 秘密保護法による適正評価では、対象者が提出する質問票は30ページにも及びます。海外渡航歴や統合失調症、相鬱病などの治療歴、国税や社会保険料、家賃の滞納状況、また家族同居人の国籍など、機微情報の詳細な調査を行うことになります。本人に聞くだけでなく、上司にも調査票を提出をさせ、これらの調査の内容に、 疑問が生じたときは、本人とともに上司や同僚、その他知人への質問を行う、それにとどまらず、現在の企業だけでなく、過去に働いていた会社も含め、調査を行うというものであります。まあ、二重、三重に調査を行う仕組みということで、このような適正評価の対象者を継続的に監視するような、こういう仕組みにならざるを得ないのではありませんか。 お尋ねのセキュリティクリアランスに関する法案における適正評価の7つの調査項目は、自発的に情報を漏えいするおそれの有無、また他から働きかけを受けた場合に影響排除できず、漏えいしてしまうおそれの有無。 また意、意図せず過失により漏洩してしまう恐れの有無、まあ、こういった観点から、まあ、信頼性を確認するための必要な項目です。えそして、これら個人のプライバシーに関わるものであるため、これらは個人のプライバシーに関わるものであるため、まあ、適正評価の実施にあたっては、まあ、調査項目を7項目に限定しているほか、 調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知した上で、本人の同意を得ることとし、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また適正評価の結果や個人情報の目的外利用を禁止するなど、法律上で配慮を行っています。さらに21条1項には、この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、 えー、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、こういった規定も置いています、えー。これらが運用においても、政府全体と全体できちんと担保されるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えています塩川哲也君。基本的な人権を侵害することはあってはならない、まあ、そういうことを規定していると言いますけれども、この仕組みの中でも、例えば警察に紹介したような個人情報が、じゃあ消去されるんですかということについて、 政府としては明言をしていないわけですよ。こういったの個人情報に対しての問題、重大な人権侵害の懸念というのは拭えないということであります。まあ、国民に最高5年間の拘禁権という厳罰を科し、未遂や過失、共謀、共作、扇動、さらには取材などで秘密を取得する行為まで処罰の対象となります。え経済安保の名の下で、政府がでっち上げた 冤罪事件が大河原加工機事件であります。検察が控訴を取り消した、この事件を政府はそもそも反省しているんですか。はい、<ペー>内閣総理大臣。はい ちょあのご指摘の点についてはあの裁判においてまだ競争中であると承知をしております、まあ、政府の立場から今の段階でこの事案について評価を申し上げることは控えなければなりません塩川徹也君裁判で現役捜査員が捏造と証言した事件ですよでこういった問題が経済分野全般への 秘密指定の拡大によって、さらに同じような事件を引き起こすことになるんではないのか、こういう懸念を拭えるといえるんでしょうか総理大臣、高市大臣。 あの今回、えー、何が対象であるかということを明確にした上で、事業者に共有して、まあ、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に、えー、守秘義務を負っていただく、まあ、それが今回提案している法案でございます。あの外め法の話とはまた別でございます塩川哲也君、経済安保の名の下に、こういった問題が生じてくるわけですから、今回の法案がそうならないということについて、 しっかりとした答えというのは受け取ることはできませんでした。基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密法を拡大するものであり、断固反対をし、廃案にすることを求めます。そもそも、裏金問題について、自民党ぐるみの組織的犯罪行為であるにもかかわらず、真相解明を棚上げした、ま、森元首相への 電話した中身も答えない、これでは国民に対して説明責任を果たしたと言えないのは明らかではあり自民党、岸田内閣総理大臣。自民党としては、まあ、今日まで、この今回の事案について、検察における捜査が行われ、刑事責任が明らかにされた後も、 国会、あるいは党において、政倫心での弁明、また党の聞き取り調査等も行われた、その中で、できる限りの事実を把握した上で、政治責任について判断をいたしました。しかし、信頼回復のためには、まだ未知半ばであり。 政治資金規正法をはじめとする法改正、国会においてもしっかりとこの国会で実現することなど、引き続き政治改革について努力を続けていきたいと思います。自民党の信頼ということについては、強い危機感を持って引き続き最善の努力を続けてまいります清川哲也君。岸田派会長、自民党総裁の処分も行わない、まあ、こんな政党政治家に、日本の政治は任せられないと申し上げて質問を終わります。